ルコンフィールド男爵は、イギリスの貴族、男爵。連合王国貴族爵位。エグレモント伯爵家の諸子の系統にあたる軍人、ジョージ・ウィンダムが1859年にジョイされたことに、始まる。1963年以降は、エグレモント男爵位を合わせ持つ、邸宅ペットワースハウス。多数の美術品が収蔵されている。その祖、ジョージ・ウィンダム陸軍大佐は、 第3代、エグレモント伯爵の諸子にあたる人物である。彼は1837年に、サマセット公爵家に由来する、ペットワースハウス、ルコンフィールド城といった邸宅及び辞書を相続の後、1859年4月14日に、連合王国貴族として、ヨーク州、イーストライディングにおけるルコンフィールドのルコンフィールド、男爵に除された。 その孫にあたる三代男爵チャールズが男子なく死去すると、爵位は弟、ヒューを経て、マッテイ、エドワードの系統に移行した。その子である六代男爵ジョンは、政治家、ハロルド・マクミランと非常に親密で、その側近の役割を果たした人物である。そのため、マクミランは、首相隊任者君に際して、ジョンを連合王国貴族爵位のサセックス州。 ペットワースのエグレモンと男爵に助することでその功をいたわっている。その息子である七代男爵マックスは、王立文学協会会員を務める作家であり、2020年、現在も彼が男爵家投資を務めている。一族の邸宅は、ウェストサセックス、ペットワースに位置する、ペットワースハウス。邸宅には、白爵家時代からの美術品が多数収蔵されており、 ジェゼフ・ターナーの絵画やバンダイクの彫刻をはじめとする作品が含まれているという。原頭主であるジョン・マックス・ヘンリース・スコー・エン・ウィンダムは以下の釈位を有する。初代男爵1870年頃。釈位の法定推定相続人は、原頭主の息子であるジョージ・ロー・ナン・バレンティン・ウィンダム家か。ありがとうございます。